はい、プレイしていきたいと思います。7 days to die。今回は、お家に帰るんですね。お家の方角なんだよね。だからこれジャンプするしかないんだよ。どっかジャンプしよっか。どうせなら一番高いあそこからやりたいよね。あそこ行こっか。うわ、すっげえ。あ、やばい。ゾンビに引っかかっちゃう。ゾンビじゃない時間が走り出す時間がない。よし、じゃあこれで行こう。こっから一番高いとこを目指して、先に何があるか知らないけど、やっぱめっちゃバイク食らったわ。今めっちゃつくのちょっとだけなんだけど結構減りましたね。今ちょっと修理してお家に帰ろうか。よし、帰ろう帰ろう。あれ、この街ってもう回ってるよね、ある程度。いいじゃん。そしたら帰りましょう。なんか作ろうかな。もうすぐ家なんだっけ。あ、燃料切れた。やべえ。なんだっけ、もうすぐ家なんだっけ。あー、違う、まだまだなんだ。なんだ。どうしようかな。そしたら左回りでいくか。あれ、今日はちょっとコメント見る前にプレイ始めちゃったな。忘れてた。あ、そうだ。なんかあれだ、あれ。朝サクッと見た時に、なんかスノー、雪のところになんかシークレットがあるみたいなこと。ケイシーさんが確かなんだっけ SS を貼ってくれてたと思うんだけど、ちょっとあれは見ないでおこうかなって思ってますね。あえて見つけた時の楽しみにしたいみたいな。どんなのか見ちゃったらあーあったーで終わっちゃいそうだから、ちょっと楽しみにするためにあえて見ない方向でいきたいと思います。あれなんだ、浮いてない浮いてない。あれ、え、ちょっとえ、なにこれ、浮島。明らか浮いてるよね、あれ。5番なんだあれ。あれはすごいな。あそこの上だよね。やっちゃうか。やっちゃおうぜ。インベントリー空きある。インベントリー空きが少ないな。あれ壊したらさ、がっつり土もらえるコースなんだけど。どうしよう。やめとくか。やばい、バイクが滑ってる。木俺捨てちゃった今。スパイク。よし、俺のバイクはあれ、これ街だね。この街来てないね。とりあえず軽く行ってみようか。ライトもつけて。あっちも浮いてない。あれは単純にバグってるだけか。いや、そんなことない。浮いてる。やばい、浮いてるビビった。何ここ、浮きまくりじゃない。こういうところいいよね。なんもない場所、こういうところになんか作りたいよね。資源いくらあっても足りないんだろうけど。ううわ、何インフェクテッド、嘘でしょ。通りすがりで見事に殴られてった。こっちも行きたいけどな、行きたいけど止まれる余裕ないもんね。とりあえず軽く回って薬を使いましょう。よし、インフェクテッドは止まったんで、この方角でいいんだよね。石の塔だから見つかるよっつってたけど、どんな塔なんでしょうか。サボテンみたいなもんと思っているんですけどね、自分の中で剣が刺さってるぐらいだからそんな大きいわけです。ちょっと大きい塔だったらいいななんてちょっと思ってたりするんです。ないな、しかしどっちもないね、シェルターも塔も。キャビンだっけ、なんだっけ、隠された、あ、シークレットなんちゃらか。もしかして俺雪前行った時にすれ違ったやつか、近く通ってたりしないかな。そんな気がして嫌だな。その時は地図に載ってれば楽なんだけどね。今まで行ったことないから、どれがもともとあったのかも分かんないからね。それがちょっと不安かもしれない。相変わらず今夜も走るだけやな。のんびり走るだけだね、ほんと。今日は家に帰れたらあれしましょう。あれいろいろ作りましょう。あ、インベントリー開くか、大丈夫かこれ。やばいな。これ捨てるか、一回。こっちに重ねとけばいいんだ。よし。燃料を入れて。終わったー。あれは絶対違う気がするけど、一応近くまで行ってみましょうか。木だね。木だけどなんか違うな。なんか違うね。こんな感じじゃないんだよ。もっと薄っぺらい小屋なんだよ、シェルターがあるのは。壁というより板でできているようなところだもん。こっちなんか見えなかったっけ。あー、山か、それだ。残念。来てるな。どうしよっか、どこ行こっか。でもこの山の中行くしかねえよね。うわ、何これ、登るしかないでしょこれは。あ、登れないな、多分登れない。あ、登れる、いけるいける、斜めだったらいけるかもし来たけど登ったところでっていうね。しかもこっち上一回走ってるしね、自分同じこと前もやってるっぽいし、どうしよう。家どこなのさ俺の。やばい走ってるある。俺もどうせ来てるからいいや。喉乾いてるな。クリーム作り終えちゃったので17本あるから。100本って結構いいんじゃない？どうなんだろう。おお、ビビった。今のこそよそ見運転だ。危険です、やめましょう。そろそろ帰れてもいいと思うんだけど、まだかな。あれ、まさかの家の方角に向かって砂漠、街がある。ここは頑張ったっぽいね。煙じゃなくてなんか草を巻き上げながら走ってる。燃料マーク消えてる。いつからだっけ。マックスにした時に消えたんだっけ、忘れてたね。マックスにバッテリーマックスになった時に直ったんだろうね。あれは違うな。ドアは1個のドアだもんな。こんなドアじゃないんだよ。明るくなってきちゃったね。そんなことなかったな。そんなことなかった。うわ、帰ってきたよ、もう。まさかこういう帰り方とは思ってなかった。びっくりした、自分でも。危うく家の中にジャンプインするとこだったね。家というか、柵の中に。そんなことにはならないだろうけど。おっしゃ、帰ってきた。あ、落ちね。帰ってきたよ。今回はとりあえずご飯食べようか。1個食べちゃう。ちょっともう1個食べるのもったいないから、どうせならあれの方がいいか。これ食べよう。鍵を入れます。で、これも入れて、効果もある程度揃ったね。ハンドル、あ、ブレードが弱いな。ブレードが肝心なブレードが弱いわ。それはちょっと残念だわ。あれ、俺ケーブルってもしかしてさ拾わなかったっけ？あ、拾ってきた拾ってきた拾って割った。拾えなかったかと思ったけど今焦っちゃった。チェンソー拾いすぎでしょ。チェンソー多すぎだ。もうこんなにチェンソーあっても困るわ。レールガンとかバイク、このライトスタックできねえもんな。まあ他の考えたらスタックできるわけねえか。バイクのタイヤもいらないわ。まあいいバイク作れるんじゃないの？どうなの？ね、作れそうだね。もう1台止まるし。そしたらこれも入れて、ケーブルだけスタックできるんだね。ありがたいありがたい。ああ、ゾンビがいる上にも嫌だ。だからこういう建物嫌いなんですよ。どこいるのさ。めっちゃ声するし。よし。よいしょ。このピッケル後で壊すか。たまに。ハンドガンもちょっとたま持ってきましょう。半分ぐらい。そうしないと毎回使っちゃうからね。ちょっとずつ。10ミリバレットはもう入れて、クロスフラグメントはがっつり拾ってきたね。これでまあリペアツールもまた作れると。300か。死んだブロックただ、方向転換しましょうか。そしてちょっとついでだし、もう81日目まで来たんだね。フェラロフォードが来なくなったからあれだね、日付の感覚完全無視になっちゃったね。バッテリーか。もう1箱じゃ足りないな、そろそろ。瓶はね、瓶はとりあえずこっちに入れるけど、水作った方がいいんだよね。コンコールもいっぱい、結構ないんじゃないですか。結構集まりましたよ、いろいろと。クイも集まったし、11や44マグナム拾ってきたし、川もまあただ石、デストロイドストーン拾ってきたんで、これもう作っちゃいましょう。11分。よし、そしたらこんなもんかな。まあ戦利品もだいぶいろいろありますし、バイクは、なんだっけ、エンジンのバッテリー、そうだね、あとハンドルとシャーシぐらいだね。そうだな、シャーシか。バッテリーは521518。バッテリーももうちょっといいのでできそうだね、次第では。そうだ、カゴもあるから、もう完全もう1台作れるわ。いいね。というわけでも今回はここら辺で一旦終わりにしましょうか。次回だよ。どうしよっかな。完全未定ですね。もう一回あっちまで行くの大変だし。しまったね。やっぱ戻ってこない。いや戻ってくるわな。こんだけいろいろ取れたら。戻らないわけにはいかないもんね。ちょっと収穫ありすぎて。ああ、10はどうしよっか。588。588持っとくか。そうだね。次回が思いつかないね。どうしましょう。とりあえずなんていうんだろう。インディアンなんちゃら、砂漠にあるインディアンなんちゃらと、もう一つ雪の、あ、そうだ、シークレットなんとかってね、雪のこっちの下の下に行った時に雪になんかなかったっけな、建物っぽいのあれじゃないのかなって思ったりもするけど、ないか、これ違うもんね、これも違うでしょ、ないかな、気のせいかもしれないね。どんな建物かもわかんないしね。わかんないっすわ。え、こっちの砂漠あったっけ？マジか。マジか。このマップ意外と広いね。やばい。やばいぐらい広いわ。いや、もうこれ、見つけたときはラッキーだぐらい。あ、これじゃね？いや、これただの穴だわ。多分。穴でもなんでもないかも、下手したら。うん。わかんないっす。とりあえず何かやっていきたいと思います。次回もね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次の動画を見てください。静止画でした。